夏の主役ひまわりが街のどこかでですね咲き出して夏の雰囲気を作り出してます。ちょうど右手にはですね球技場があるんですけれども、今回来ている場所はですね花博記念公園鶴見緑地であります。近くにはこうやって防災行政向け無線のスピーカーが立てられています。今回はですね実は仕事を終えてからですね大阪シティバスの36号系統に乗ったまま森口の方まで来てしまいました。まあ、どちらかといえば大阪シティバスから行かれる方はですね諸口の36号系統の諸口から行かれてもですね実は花博記念公園鶴見緑地に入ることができます。でこちらが今はもう今何もやってませんで閉められてるんですが鶴見のスタジアムということになります。そしてこちらには多く駐車場が広がっていて自販機と、お手洗いが左側にあります。ちょうど今ですね鶴見緑地球技場の入り口前に来たところで、ここに地図があります。今いるのはこの球技場前、そして左側にテニスコートがあります。でスタート地点はというともうちょっと歩いて鶴見緑地プールがあってこの、地下鉄鶴見緑地駅長堀鶴見緑線の鶴見緑地駅になります。そこまで行きます。右の鶴見緑地球技場に左側になるとこうやって休憩スペースがあります。そして丸の形をした木製のベンチも見えてくることになります。こうやって、まあ、緑の木がですねいっぱい左右に生え揃っている中を歩くと気持ちがですねちょっと癒されそうな印象を持たせられます。まあ、今日は7月4日木曜に歩いているんですけれども実はこの前日まではですね、激しい雨が降るんではないかという予測がありながらも、まあ、大阪市内はといいますと、まあ、幸いにも激しい、まあ、強い雨は一時あったんですが滝を叩きつけるような雨はそんなに降ることはありませんでした。まあ、幸いにも雲が多いんですが青空が広がってきているような印象を持たせられます。そしてこちらに行くと、大きな球技場がですね広がることになります。またそちらの方にもお手洗いがあるんですね。さあそうすると右手の方には鶴見緑地プールが見えてきました。でそこを過ぎると地下鉄長堀鶴見緑地線鶴見緑地駅ということになります。広場が広がってくるということになります。そこからがスタート地点ということになります。近くに来ると屋外のプールのですね音が水を流す音がですね聞こえてきてこれぞ夏を感じてきますね。まあ、最近はプールにも行ってない僕なんです私なんですけれどもまあ人は水をねプールを泳がなければいけないからという感じがしますが、そして左になると水の館、昨夜木の花館、そして大きな塔、命の塔が見えてくるということになります。さあやってきました長堀鶴見緑地線の鶴見緑地駅であります。こうやってこの鶴見緑地駅から出てですね、まあ、階段を上がるとこうやって鶴見緑地プールの駅側のですね入り口の方にも行くことができるんですね。まあ、なんといってもこの長堀鶴見緑地線は1990年の、花の万博に合わせて開業した路線で、まあ、この鶴見緑地駅も、1990年に開業してもう間もなくで、来年で30年になろうとしているんですね。この鶴見緑地駅、まあ、花博のメイン会場の、ゲートの入り口だったこともあって本当にですね多くの方々がですねこの駅から利用されて花博の会場へ向かっていたこともですねもう29年前、もう間もなく30年になろうとしているんですがもう過去のことになるんですね。
さあこちらがですね、トゥーミドプチ駅の階段ということになりますが、ちょっとですね、とあるパンフレットをご紹介したいと思います。実はですね、大阪メトロの、まあ、各駅の方にですね、こうやってですね、大阪町再発見ぶらりウォークの、チラシが置かれているんですが、もうすでに、第1回、第2回の方、第3回までですね、もうすでに終了していて、土日7回、8回で関東賞、9回で関保賞が行られることになっているんですが、実は平日で4回以上参加した方には、平日関保賞も送られることになって、って書かれてあるんです。で、こちらなんですが、平日ぶらりウォークというのがあって、5月10日というのはもう終わってるんですが、7月5日、今日は7月4日なんですが、明日なんですが、鶴見緑地と昨夜この花館を楽しもうというですね、実はそのミニウォークというのがですね、5キロのコースで、この鶴見緑地が舞台になるんですね。ということで今回はちょっと一足お先に、まあ、更新というのはちょっと先にはなるんですけれども、すでに終わっているかもしれませんけれども、この鶴見緑地周辺をですね、実際に歩いてみたいと思います。その集合場所がこの改札前、この広場ということになるんでしょうか。ちょっと私の独自のあれのオリジナルになりますけれども、鶴見緑地をウォーキングしていきたいと思います。左になると、京阪バスの鶴見緑地のですね、バス停も見えてくることができます。まずはこの、右に、鶴見緑地駅を見ながら、大通りの信号を渡っていくことということになります。そうするとその先に行くと中央噴水が見えてくることができます。その鶴見緑地駅の右側には自然の恵みという太陽光発電利用の時計塔があります。こうやってですね、太陽光があってちょっと動いてるかどうかというのは分かりませんけども、ちょっと水力の表示がないのでちょっと何とも言えないんですけれども、こうやってですね、財団法人新エネルギー財団が建てた、太陽光発電を利用した時計塔が置かれているということになります。さあ、花博記念公園鶴見緑地のメインともなる敷地の中に入ってきました。こうやって今噴水がですね、上がっているのか確認できるでしょうかね。噴水が上がってますが、中央噴水を見ることができます。ちょうどこの地点が250メートルということになりますが、こうやって噴水が上がってます。まあ、本来であれば、このぶらりウォークは鶴見緑地駅がゴールになるんですが、今回は、まあ、オリジナルということで、こちらの中央噴水の前をフィニッシュに、歩いていきたいというふうに思います。その中央噴水を過ぎて風車の丘へと向かいます。さて、その先を向かうとですね、左側にはレストハウス鶴見、いわゆる軽食のレストランがあります。そして真ん中ですね、そのまま直進していくとこちらの方に大池が広がってきます。そうやってですね、噴水が上がっている様子が見えるということになります。ちょうど池のところにですね、大池東という園内バス停というのがあるんですね。まあ、こちらは65歳以上の方、障害者手帳を持たれている方が優先ということなんですが、こうやって10時3分から16時3分まで30分間隔で、1時間2本運行されているということになります。こうやって、運行されていて、次は支援体験観察園北口ということになりますね。ではここからは風車の丘へと向かっていくんですが、このゲートをくくったところからはもう自転車は進入できないということになります。
そしてゲートをくぐってくるとこうやって野中なんですね。綺麗な花が咲いたりする咲いたりしている風景を見ることができます。こちらのですね、花の方に行くとこうやって花を見つめながらですね、こんな風景が広がってます。で、この道をまっすぐ行くとですね、こうやって広場が広がってくることになるんですが、で、風車の丘はどうやらこちらの方なので、この階段を上がって左へ曲がっていくことにします。こんな緑に囲まれた、まあ、庭のようなね、雰囲気の中にこうやってベンチが4つ置かれているということになります。で、右の方に行くとですね、こちらの方にも、休憩所ですね、休憩スペースがあって、腰掛け用の椅子、ベンチが3つあるということになります。そうすると風車が回っているこの旗地がちょっと見えてきましたけれども、こちらの道からですね、坂道を上がりながら、風車の丘へ向かうこともできます。で、その風車の丘へはこのゲートをくぐって、坂道ですね、上がっていくということになります。そうするとですね、こうやって、古い家のような建物が見えてきますが、その風車がですね、これを上り地左に曲がって鶴見神社の方向へ向かうと、鶴見緑地のシンボル風車が見えてくるということになります。そして周りには、いやー、本当に黄色とオレンジの花がいっぱいいっぱい咲いているんですね。で、こちらが園内バスの支援体験観察園北口とバス停ということになります。こういう感じになります。さあ、風車がですね、見えてきましたね。近くまで行ってみましょうか。さあ、歩き出して 1.1 キロの地点で、鶴見緑地のシンボル風車の丘、まさにその風車に着きました。今までね、こうやって間近で見ることはなかったんですが、これも連力の力で動いているようなんですね。そうすると裏、風車の裏にはお手洗いがあります。そしてこうやってですね、その周りに緑が囲まれていて、命の塔の上部を見ることができます。さあ、風車の丘を分かれ告げ、ここから鶴見新山を歩いて日本庭園の方に向かっていきます。こうやって階段、長い階段を登っていくということになります。なんと階段の途中でこのようなですね、石を見つけました。まあ、ね、本当に面白い顔ですね。顔をした石が、あ、上にも何箇所があるんですね。3箇所ほどあります。こちらは笑顔ですね、にっこりと笑っている表情がうかがえますね。そしてこちらも、ま、神妙な趣の顔、表情でしょうかね。石があります。まあ、こうやって階段を登ってですね、行くこともできるんですけれども、スロープの方も設置されていて、車椅子の方でもですね、新山の頂上へまで登ることができる仕組みになっているようですね。